デイビッド・スローン・ウィルソンはアメリカ合衆国の進化生物学者。作家スローン・ウィルソンの息子で、ビンガムトン大学のディスティングイッシュとプロフェッサーの一人である。ウィルソンは進化におけるマルチレベル選択説の提唱でよく知られる。哲学者、エディオット・ソーバートの教著、アントゥ・アザーズで遺伝子レベルの選択とより正当的な個体選択の アプローチを結びつけるマルチレベル選択と呼ばれる枠組みを提案した。その枠組みは個体をデザインする遺伝子が世代を超えて子孫に伝えられていくときに、個体と集団は共に遺伝子のビークルであり、どちらも遺伝子が作用する舞台であると主張する。実際にビークルの表現型に影響を与えた結果だけでなく、彼らが入っている DNA の機能に影響を与える。 ことによっても、遺伝子それ自体が選択の影響を受けうる。ここでいう遺伝子とは、物理的な存在ではなく、祖先から子孫に伝えられる、情報としての遺伝子である。ウィルソンは、形質集団という概念も作った。形質集団とは、血縁などで結ばれておらず、彼らが、利他的行動で相互に作用し合うことにより、運命を共有する集団のことである。 ウィルソンの著書、ダーウィンのカテドラルは、宗教がマルチレベル的適応で、マルチレベル選択のプロセスを通じて発達した文化的進化の産物であると主張している。また、ウィルソンの近著、エボリューション・フォー・エブリワン、t ウ・ダーウィン、エッセオリー・キャン・チェンジ・ザ・ウェイ・ウィー・シンク・アバウト・アワー、ライブズでは、進化というアイディアが、日常の身近なことに適応できることを様々な、 方法を詳細に述べることにより多くの人々に進化とはどのようなものであるかの説明を提示しようと試みている。ウィルソンはビンガムトン大学で多様な理論を進化理論の下で統一的に学ぶ進化研究プログラムを開始させた。プログラムに参加する学生は進化の視点からテーマを与えられ生物学、人類学、心理学、工学、哲学を含む 様々な講義を受ける。ありがとうございます。